はいどうも、太郎とロッチです。はい、ということでね、はい、本日も来てしまいました。ジブリア、はい今日は何しますか、ちなみに。ちなみに、みんな大好き村企画ボインボイン。はい、で、はい、今までノーブラ、スコブラ、次はヌーブラというわけで、本日渋谷で、はい、ヌーブラ女子を探す企画です。ヤッホーヤッホーヌーブラヤッホーというわけで、はい、というわけで早速渋谷にヌーブラ女子がいるか検証していきたいと思います。はい、というわけで一番最初、あなたはヌーブラ派ですか。え、ヌーブラ好きっすよ、この間え来た時。あー、今は今は普通。へぇー、ブラ、うん、ガチブラ。これえ、ということで、次の2名の方、インタビューしたいと思います。今って、ヌーブラをつけてますか。つけてますね。つけたことってあります。じゃあこれからヌーブラに期待ですね。はい、せーの、ヌーブラジャパン。はい、というわけで、次の2名の方に質問していきたいと思います。はい、ミレイです、質問です。この寒い中にヌーブラの人っていますか。いないですよ。いないです。やっぱりそうなんですね。はい、じゃあつけたことってありますか。ないです。つけたこと一度もないです。はい、ですって渋谷にいません。はい、というわけで次の2名の方に質問していきたいと思います。はい、で、じゃあですか、質問です。今は寒いですよね。はい、寒い中でヌーブラつけてたりしませんか。ヌーブラつけてないです。つけてないです。今までつけたこともないですか。ないです。一回もない、うん、ということです。ということで質問します。今ってヌーブラつけてますか。ヌーブラ休憩はありますか。聞いてないです。せーの、ヌーブラジャパン。はい、というわけで次の2名の方にご協力いただきました。はい、この2名の方々です。今日はオタクコーデということで、はい、何、あなたは何しに渋谷へ。観光しに。観光、どこ出身ですか。北海道から。北海道、わお。よくその服で来れたね。ヌーブラをつけてる女子を探してるんですよ。ヌーブラつけたりしませんか。しないです。やっぱ北海道寒いもんね。寒かったらやっぱブラつけるんじゃない。わかるわかる。何そのフォロー。はい、2名の方にお話を伺いたいと思います。はい、というわけで、はい、2人です。2人ですますか。反省してます。ないですね。オフショルキルズ。はい、ということで、はい、もうね、結構やったんですけど、はいはい、いない、本当に本当にいなかったね。なんか、こう、ワンちゃん男でもいるんじゃね。男で言ったら、もしかしたらおねえよ、もしかしたらおねえよ。最後にはキスしてギリ見る、うん、おじになるかもしんねえし。誰かいない。男なんか傾向やばい。なんか真夜中の散歩してる人みたいな。身長高いから怖いんだけど。何、どこ見てんだろうあの人。怖いから行ってくるね。マジ本当に行くよと思う人に。いや、なんかどこ見てんだろう。怖いな。やばいな。気に入る。いいよ。
すいません、カメラ大丈夫かだけ聞いて、あの YouTube やってるんですけど、はい、今ちょっとインタビュー1個だけ受けてもらうことできますか？あ、大丈夫です。いいんだ、はい、いいんだ、映して大丈夫ですか？はい、大丈夫です。結構くだらない質問なんですけど、はい、ありえないと思うんですよ、はい、あなた今ヌーブラつけてますか？待って待って、ヌーブラですか？ヌーラ見ます。閲覧注意、これもしかして、じゃあお願いします。はい、待ってます。え、マジでこんなある？じゃあちょっと隠しとくんで、準備できたらお願いします。準備いいですか？いいですか？じゃあお願いします。気持ち悪い。Told